せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、逆いきます。ウイセス、皆さんこんにちは。三ツ星ワールドレコーダー鋼でございます。本日も YouTube ご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、股関節ガチガチな人には有効な情報でして、しっかりとほぐすことができ、また運動機能改善とか姿勢改善にもつながる股関節エクササイズをご紹介していきたいと思います。早速ですけども、今回ご紹介するエクササイズはお尻歩きでございます。お尻歩き、多分皆さんもやったことがあるかもしれませんが、そのままとですね、座った状態からお尻を使って前方方向に移動、後方に移動していくという内容です。この動きをすることによって、見て分かる通り股関節をこのように縦方向にも動かすことができて、前方に行くときに前方後方への動きも加わりますので、しっかりと股関節を動かす使うことになります。で、腸腰筋といって股関節周りについている筋肉もしっかりと鍛えることができますので、こういったものであれば姿勢改善、そして代謝アップとかですね、または運動する前とかトレーニング前に行うことによっていいウォーミングアップにもなっていきます。ですので、まずは簡単に姿勢を紹介していきます。もうシンプルです。このように膝伸ばした状態から手は胸に置いておきましょう。そして片方のお尻を浮かして前方方向に進みます。股関節を動かします。こうですね、よいしょ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 。で、この時なるべく猫背にならないように胸を張りながら、ここ腸腰筋、股関節周りの筋肉を意識して進んでいきます。目安は10歩ですね。で、10歩進んだら後ろ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、この10歩10歩の1往復だけでも結構疲れますね。ですので、今回はこの10歩進んで10歩下がってくるっていうのを3セットやっていきたいと思いますので、ぜひ今 YouTube 動画をご覧いただいている方は一緒にやっていきましょう。このね、トレーニングはテレビ見ながらでも非常に気軽にできるメニューですので、ぜひ試してみてください。それでは3本いきます。それではまず1本目いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ逆いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20と、はい、1往復終わりましたが、いかがでしょうか。で、3本やりたいんですが、間のセット間休憩にもちょっと股関節エクササイズを少し紹介していきます。これ90-90って言って90度90度っていう意味なんですが、体育座りの姿勢から両膝を床につけます。そうですね、こうすると片方の足裏のところに膝がきます。この姿勢を保って今度逆側に行きます。こうです、足裏に片方の膝、これを繰り返します。こうするだけでも結構股関節ほぐしに有効的です。できれば手は何もつけずに胸の前でやるとかなりきつくなります。特に男性は非常に骨格的にもかなりきついかと思いますが、試してみてください。あとはですね、このように片方だけ膝立ち、片方の足を伸ばす。で、この姿勢でつま先を天井方向に上げる、前方方向に傾ける、上げる、この動作ですね。これもしっかりと股関節を、腸腰筋周りもしっかりほぐすことができます。これは目安も10回ですね。1、2、3、4、5で、これを10回やっていきます。反対側も10回やってみましょう。1、2、3、4、5、6と、これをね10回やっていきます。これをセット間の間にもやっていくと非常にほぐれますので、おすすめのメニューでございますということで、ちょっと間に紹介させていただきました。ということで、あと2本やっていきましょう。ちょっと脱線しましたが戻ってきます。それではいきます。手は胸のところに当てて背筋をしっかり伸ばす。では10歩いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。逆いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20と、はい、ちょっと休憩して、この間に先ほど紹介した股関節エクササイズですね、先ほど90-90とか、こう足を天井方向、前方方向に傾ける動作を加えていってみてください。では3本目、ラストいきます。
はい、姿勢正していきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、逆いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20と、はい、これをね3本やっただけでも非常にきつかったと思います。もしこれができないという方はですね、こう膝を曲げてちょっと浮かした状態やると非常に楽になります。なのでできなかった人は膝を曲げていいのでやってみてください。でさらにこれだけじゃ足りなくて、もっと負荷を上げたいという人は足を上げます。上げた状態で進みます。かなり難しくなります。こう、こうですね、後ろも足を上げながらグイ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 とちょっと体全体を動かすことになりますが、非常に負荷もかかってくるので、物足りないという人は足を浮かしてやってみてください。はい、全体を通していかがだったでしょうか。このお尻歩きですね、家でも気軽にテレビ見ながらでも、下手すれば読書しながらでもできる内容ですので、試しにやってみてください。ちょっと今回は気軽なトレーニングをご紹介させていただきました。もし内容が良かったらチャンネル登録、そして高評価の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ウィスです。